ネクラです今回はマリオとセブンイレブンのコラボを結構前からやっててもう終わりに近くなってきたからこそ買うことができたのでいつも売り切れてて私が行く時間かなりいつもギリギリで売り切れてるので今回購入できたので紹介していきます1個目が1回ツイッターでもつぶやいたスターの牛乳寒天可愛い,いよね味もすごいか味が可愛い,いってなんだよ <laughs> パイナップルソースが乗ってて、ちょっとつぶつぶめになってて、私牛乳寒天がそもそも好きなので、かなり好き。これ冷蔵庫にもう一個入ってます。で、ツイッターでも呟いたんだけど、このフィルムがね、上に乗ってるだけだから、洗うとすごい可愛くて、洗ってる時もこんな感じで、かなりエモい。<laughs> これ結構美味しくて、お手頃だし、食べやすいと思うので、おすすめです。 次。冷蔵庫に1個置いてきちゃった。持ってこようデザート系がもう1個あって、これはピーチ姫のドルチェ。いちごレアチーズいちごゼリーですね。ここになんかいろいろ書いてある。レモンホイップに、その紫何あ、ミルクゼリーなんだ。紫じゃないね。青か。<laughs> えー、美味しそう。そんな感じ。ここのラベルも切り取って、 切り取るか全部、全部貼れるかなこっからかなロルバーンに貼って保存しようと思います。私はこういう限定系は全部食べて保存するのが目的で買ってくるので、ロルバーンに保存できるところは全部保存していきます。次次はパンコーナーヨッシーのパンヨッシーめっちゃ好きだから可愛いメロンパンがヨッシーの甲羅の柄になってるんですよ。ちょっと今は食べないから開けないんだけど。<laughs> かわいい。楽しみ。中にクリームが入ってます。次。じゃじゃじゃん。お、マリオのミックスロール。ええー。<laughs> かわいい。全然よく見ないで買ったから、知らなかった。かわいいね。USG 行きたくなるね。<laughs> 今マリオのやつやってるから。かわいい。で、 パンコーナーの最後。じゃじゃん。クッパの火を吹く激辛唐揚げロール。辛いらしい。私辛いの苦手だからちょっと心配しつつなんだけど。面白い作りだね。<laughs> クッパです。これはね、パンコーナーじゃなくてお惣菜コーナーかな。サンドイッチとか置いてあるところに置いてありました。こんな感じ。これも全部食べてからパッケージを貼ります。で、 今ね、お茶コーナーにも、おまけがついてて、こんな感じで、マリオのアクキーがついてるお茶があるので、気になる人はセブン行ってみてください。カルピスとかにもついてたかなマリオのソフト歴代ソフトのパッケージがアクリルスタンドになってます。こんな感じ。 私はお気に入りのヨッシーをもらってきました。今回の動画はこんな感じ。一瞬で終わりましたね。パ <laughs> ッケージは切り取ってロールバーンに貼るのと、あとおまけで今回はポケモンセンターで回してきたポケモンセンターのガチャを開けていこうと思います。 よし、おまけはガチャです。<laughs> 前回の横浜赤レンガ MT に行ってきた時に横浜のポケセンによって買ってきたものを紹介します。1個目がかなへいのポケモンコラボガチャ。開けていきます。今回、ラインナップがこんな感じ。かわいいよね。全部かわいい。<laughs> 可愛くて。1個目に出たのが、ゼニガメ。 めっちゃかわい、開けていこう。かわいい。かなりちっちゃめのフィギュアなんだけど、クオリティが高い可愛さですね。ゼニガメ。で、残り二つは一気に開けて紹介します。二回目で出たのが、メタモンと、ピカチュウ。ここ大本命だったので、もう大満足。可 <laughs> 愛い可愛いいよね。ピカチュウ出てよかった。 欲しかったので可愛いですね <laughs> ここ2つセットっぽい感じなので出て良かったなと思いますかわいいイエイってしてるゼニガメをたたえることもできるこんな感じでゼニガメをたたえたディスプレイもできますねかわいい <laughs> イエイって言ってるかわいいねこんな感じ 今回この画角のまま撮るか <laughs> かわいい。この辺までいけるかなかわいい。いい感じいい感じ。で、他に回してきたのが、ポケモンのね、カードゲームのコインが欲しくて、わざわざ行ったんだけど、ここでかなり沼ってしまったんですよ。<laughs> 今回ラインナップがこんな感じで、 出てて、私は可愛いコイン狙い。まあ、左4つかな。ピカチュウから、この、左の4つが出ればいいかなと思って回したんだけど、かなり沼りました。<laughs> 紹介していこう。1個目で出たのが、こちら。まあ、可愛いんだけどね。可愛いは可愛いんだけど、ザマゼンタが出ました。 可愛いっちゃ可愛い,いけど、まあ、ラメラメだし。まあでも、目的じゃないので。これは、うーんって感じ。で、次。<laughs> 次。ザマゼンタかぶり。いや、これは痛い。<laughs> 一回300円かな結構高めのガチャではあるので。そうね。<laughs> で、次。次が、エースバーン。 まあ、可愛い系ではあるけど、求めてた可愛さではない。<laughs> 可愛いんだけどね。で、次が、えっ、ー、と、無限大なかな。これもすごいキラキラしてて可愛いんだけど、可愛いけど可愛いのじゃない。<laughs> って感じ。で、次出たのがやっと、ワンパチ、犬ヌ,ヌワン出ました。で、ダメ押しで回して、 最後ピカチュウが出たので、まあ、もう今日は、今日はいいやって感じになって終わりました。<laughs> って感じですね。いやー、結構厳しかった。できればウールとガラルポニータも欲しいので。うんインテレオンも好きなので、その辺が出ればよかったけど、もう、もう回しても被り率が高いからなっていう感じですね。ピカチュウ出たからもういいかなと思います。 この辺のコインも全部、私はカードゲームしないので、カード集める方なので、この辺はロルバーンに袋ごと貼るんじゃないかと思います。やっぱこのフィギュアが今回の当たり枠だったんじゃないかなと思います。じゃあ今回の動画はこんな感じ。ちょっとショート目のムービーかなそんなことないかなまとめたらそうでもないかも。<laughs> 上がるのはね、結構遅いと思う。もう12時で。 今から編集して、うーん。<laughs> のんびり編集して、セブモンスターと2本一緒にあげると思います。明日の動画は旅動画になる予定、まだわかんないけど、どうなるかなって感じなので、期待せず、楽しみに待っていてくれればなと思います。今回の動画はこんな感じ。バイバイ。